私4歳の時に全日空に旭川から羽田まで乗せてもらったんですけど、それだけで、その後ね、大学に入るまで全然飛行機なんか乗らない縁のない生活を送ってたんですよ。全然知識ないんですけど、でよくわかんないんだけど、適当に飛行機に乗ってる間に航空会社ステータス会員というやつにしてくれたんですね。で結構いろんな人が修行とかいうのをやってそれを目指すらしい。で私もそれを勉強したんですよ。今回はそれについてご紹介しようと思います。でまずうちのチャンネル鉄道チャンネルなんで、あんま飛行機に詳しくない方もいっぱいいらっしゃると思います。まあ交通チャンネルと銘打ってはいますけど、だから飛行機のその会社がいろいろ仕組みがあるということについてまずご説明します。うちの動画見てても分かると思うんですけど、日本航空とか飛行機に乗ると、今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして、こんなことを言ってから、この便は日本航空5便でございますみたいなことをこう言うわけですね。だから今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空で、全日空に乗ると、今日もスターアライアンスメンバー全日空をご利用ください、全日空とは言わないか、 ANA って言うんですか、 ANA をご利用くださいましてやっぱ言うんですけど、スターアライアンスメンバー、ワンワールドアライアンスメンバー、まずこれは何なのか、これが理解しないといけない。書いていきましょうか。ワンワーワールドアライアンスと、まあ、スターアライアンスってやつね。で私このアライアンスっていう言葉が何なのか分かんなくて、最初なんかこうわけのわかんない航空会社が何か言ってんだろう、まあ、例えばですね、なんですか、東芝日曜劇場で、光る東芝のやつをやった後に、明日を作る技術の東芝がお送りいたしますみたいな、こんなことを言うんですけれど、それと同じようなノリで、なんかこう航空会社が適当につけたこうスローガンみたいな、まあ、分かりませんけどね、なんかこう世界の一員、日本航空をご利用くださいましてとか、なんかこう流星の使者全日空をご利用くださいましてありがとう、まあ、分かりません、こういうノリね。でなんか適当に前にくっつけて言ってんの、うわ気持ち悪い航空会社特有のノリだよなとかも全然違いました。これにはちゃんとした意味があってこういうことを言ってる。ワンワールドとそれから、まあ、つまりスターが違うわけですけど、航空会社同士の連合という意味らしいんですね、このアライアンスという言葉で。世界中にいろんな航空会社があります。まあ、私たちは普段日本航空か全日空しか多分利用しないんだろうと思う、まあ、あとは LCC とかもあるか、まあ、ありますけど、まあ、基本日本航空か全日空しか利用しないんじゃないかなと思うんですが、まあ、外国にもいろいろ飛行機がいっぱい飛んでると。で、例えば先日私はニューヨークから、失礼、ロンドンからニューヨークまで日本航空飛んでませんので、ブリティッシュエアウェイズを利用しました。で、ブリティッシュエアウェイズも日本航空も両方このワンワールド連合なんですね。まあ、鉄道に例えるの難しいんですけど、例えば小田急ポイントカードがあって、小田急グループみたいなのと一緒に、なんかこうもっと大きな枠組みで小田急と例えば東急が仲間だとすると、小田急ポイントカードと東急ポイントカードが共通、まあ、要するにポイントカードの共通化なんですよね。日本航空だけじゃなくてブリティッシュエアウェイズに乗ってもポイントが貯まると、まあそういうのをね、海外ではマイルというわけですけど、海外というか業界をマイルという分、マイルっていうのは距離に応じてどのぐらいの距離を飛んだかによってこうポイントが貯まる航空会社のこう囲い込み作戦。しかし日本航空で貯めたマイルを日本航空だけで使えるんじゃなくて、ワンワールドアライアンスというその括りでマイルが貯まるんですね。日本航空で貯めたポイントを、ブリティッシュエアウェイズで使って、それでブリティッシュエアウェイズの飛行機に乗ることもできるらしいです。ちょっと私あんまりよく分かって、多分できるはずです。で、まあ、乗ってもらって、私も先日初めてですねマイルを利用して旅行するということをしたんですが、そのマイルというものの他に別にポイントが貯まるんですね。で、これがちなみに、日航が入ってるもの、これは全日空の入ってるもの、他になんかデルタ航空とかなんとか入ってるやつで、なんかスカイチームとかいうやつもあるらしいんですけど、まあ、ちょっと今回はこの2つはですねこう除外しまして、ワンワールドアライアンスのことについてだけ紹介します。で、まあ、もらえるポイントとして、まず一つ、マイルというものがある。まあ、さっき説明した通り、このマイルを使うことによって、例えばエコノミークラスからビジネスクラスに格上げすることができたりとか、そのポイントだけでね、先日、2万マイル私がちょっと持ってたんで、それで帰り、じゃあビジネスで帰ろうと思ってビジネスにしたい、まあ、ファーストクラスに上げることもできるらしい。マイルの他に、プレミアムポイントじゃなくて、フライオンポイントっていうのかな、こういうのくれるんですね。で、まあ、マイルはそのまま使うものなんですよ。つまりいわゆるポイントがある。でこのフライオンポイントっていうのはもちろん貯まるんですけど、貯まるんだけど別になんか使うとかいうようなものではないんですよ。で何のためにこれがあるのかっていうと、これがだんだんこう貯まっていくと、それに応じてお客様のステータスが上がっていきますので、まあ、要するにそういうことなんですね。つまりだんだんこう客として乗客という、まあ、乗客っていうのはこの乗客ですけど、乗客としての水準がこう高まっていくと、これがどんどん貯まる。でですね、
結構あの、まあ、どのぐらい溜まって何がどうなるのかってことを先に言っておくと、一般的にあの飛行機に乗って溜めようというそのポイントのこのフライオンポイントの目標がですね、これが5万だとされています。なんで5万なのかというと、まあいや、先にじゃあやっぱごめんなさい、順番を変えよう。あのフライオンポイントというのはある一定の水準を貯めていくとですね、あの日本航空のポイントカードがあの色が変わるんですね。これは本当に色が変わるだけなんですけど、ちょっと待ってくださいね。私が今手元にあるのがこれちょうどね、あの本当は通常版もあったんですけど、通常版はあの今日財布うちに忘れてきちゃいましてないんで、あのなんかあった時のために予備のねこういうカードとかこっちにあのクレジットカードとか入れておくようにしてるんですけど、これがあのその通常版より1ランク上になったやつでクリスタルと書いてあります。普通の人はここにクリスタルって書いてないただのポイントカードなんですけど、あのこのポイントカードは有効期限があって、で色が通常だと青なんだけど赤くなる。このフライオンポイントというのを3万だっけな貯めるとこのクリスタルというやつになります。で5万貯めるとこのクリスタルの上級のサファイアというものになります。でそのサファイアというやつを持っていると、例えば成田空港からどっか国際線に乗っていくとき、日本航空に乗るときにはあの なんだっけなあれあのですね、あの桜ラウンジっていうラウンジがあって、あの美味しいカレー食べ放題になるあの高級待合室みたいなところなんですけど、そこに入ってあのカレーが食べられるんですね。でもエコノミークラスの人は食べられません。そう、成田空港からビジネスクラスに乗っていく人だけが食べられます。なんですが、まあ、食べられるというかそのラウンジを利用することができるんですが、ただ、サファイアになっている人だと、あのつまり5万貯めている人だとエコノミークラスでもそのカレーを食べてラウンジで休憩をすることができると。で、それから、まあ、私は、まあ、サファイアにはなってるんだけど、サファイアカードは今持ってないんで、あの数日前にもらったこのクリスタルカードがあるんですけど、このクリスタルの人はラウンジを利用することはできないんですけど、例えばこのマイルを使ってね、これであの帰りに帰りっていうかあの、まあ、どっか行くときに、私はエコノミークラスの予約しかしてないけど持ってるこのマイルを使ってビジネスクラスに席を格上げしたいなというふうに希望していると。ただあのそれは同じこと考える人いっぱいいるんですね。でそれは必ずしも成功しなくて、結構競争率が高いマイルを使って座席を上のものに変えるっていうのは、それはあのなかなかみんなができることじゃない、できる人の人数に限りがある。そういう時に、このステータスを持っている人たち、ステータスっていうのはつまり今言ったサファイアとかクリスタルとか、そういう人たちから優先的に、だから私は先日なんかあのあなんか来たなと思ってランクアップしてて、あよラッキーって感じだったんですけど、ただのラッキーっていうんじゃなくて、これを持っていたからそのおかげであの私のランクアップというものが成功したみたい、そういうメリットがありますんで、このフライオンポイントというのを貯めるとそういう優遇が受けられる。で通常はいっぱい乗る人に対してそういうサービスをしようというものなんですけれど、ただあの航空マニアの界隈を見ていると多分そうなんだろうなって感じなんですけど、この、ポイントを貯めてそういうサービスを受けてクリスタルとかサファイアになりたい、まあ、これ気持ちは分かりますよ。私は別に飛行機好きじゃないけど、でも気持ちは分かります。でなりたいから、だからあのそのために意味もなく目的もなく飛行機に乗る。しかもこのポイントは飛行機に乗らないとたまらないんですよ。だからあの切符をただねとりあえず買っといてバンバンポイントだけ貯めて飛行機の切符は捨てりゃいいっていうんじゃなくて、本当に搭乗までしないといけないという結構きついんですけれど、それでこの、まあ、私はねこの5万が貯まったんですよ。で5万貯まるとあのサファイアのその権利を永久にあの、まあ、これはあの期限がありまして、1年間でこの5万貯めないといけないんですね。であの1年経つとまたゼロに戻っちゃうんで、1年のうちにこれを終了させなきゃいけないんです。でそうすると1年のうちに終了するとこのポイントカードみたいなのが、これ2019年までずっと有効のクリスタルの資格を手に入れられるんですけれど、でも、まあ、2019年が終わっちゃったらクリスタルではなくなるわけですね。私は、まあ、その時にまたいっぱい乗ってればまた引き続きクリスタル、もしくはまあもっと上級のものになれるのかもしれないけど、でこのサファイアのラウンジを利用できるとか、まあ、それからいわゆるこうアップグレードマイルを使う時の優遇とか、そういったものも、あとは単純にこのマイルが溜まりやすくもなるそうですが、それを、まあ、とりあえずあのずっと半永久的に保持し続ける方法というのがありますね。本当は2019年までしか使えないんだけど、これが無限になる方法がある。それはサファイアまで行かないといけないんですけどになって、JAL の発行する、JAL グローバルクラブカードっていうのかな、そういうクレジットカードに申し込んで年会費を1万800円だけ払うと、そうすると永遠にもうこのフライオンのポイントがゼロであってもあのもう上級会員としての特典を永遠に受けられるということなんですね。それが欲しいからそのカードに入会したいから飛行機に乗りまくるという人がいます。でこれを、JAL グローバルクラブ修行 JGC っていうのかな、 JGC 修行っていうようなあの言い方をするんだそうですね。ちょっと一回貯めます。でこの5万とかをどうやって貯めたのかってことなんですけど、
ジャンの場合はこの5万の他にもう一個やる方法がありまして、50回飛行機に乗る、年間何でもいいからとにかく日航系の飛行機に50回乗るということをすると、それでもいいんだそうで、私はですね何回乗ったかというと16回しか乗ってないので、今年そんな大して乗ってません。あ、一応見ますか、あの大丈夫だな。なんかサファイアだとカードがこうなるらしいんですね、こういう青いカードで、あのここになんかこうポイントが書いてあって、ちょっと5がずれてますけど、5万619ポイント貯まってますんで、これでまあいいということなんですけど、まあ、飛行機 YouTuber の小野田さんの動画をご覧になるといいんですが、まあ、やっぱりその国内線を何回もね、こう例えば、私が聞いたのでは、兵庫県の田島空港と大阪伊丹空港にこう短い距離を飛ぶ飛行機がそれにこう乗りまくるとか、あの一日にね、あの同じ飛行機にこう4回も乗ってただ意味もなく兵庫県まで往復するとか、あとはあの宮古島とかあっちの方の離島航路、その飛行機の飛んでるようなところにこう一日でこう13回とか、ね、飛行機に乗って、それで回数を増やしてっていうのがなんかメジャーな日航のやり方らしいんですけど、あのこれね、一応ね、その別になんか自慢とかじゃないんですけど、私はなんかそういうのをやって入会したわけじゃないんですよ。ただなんかその日本航空にあの普通に乗ってたら、そしたらなんか溜まったって感じなんですね。国際線ってね、全日空より日本航空の方がなんか本数が多いみたいで時間便利なんですよね。で、あのそのたんびにマイル貯めてたらですね、あのこんな上級会員までしていただいてありがたいことです。どういう風に乗ったかとか興味がありますかね。まず見てみましょうか。パスワードを入力しろって言われてるからちょっと待ってくださいね。パスワード入力して、ウェブパスワードも入力しなきゃいけないのか。もうできますよ。できた。で、私の、なんかその搭乗履歴みたいなのを全部皆さんにまずご覧に入れようと思うんですけど、日本航空、私があの自分の金で初めて乗ったっていうか、いや、本当に初めて日本航空に乗ったのが、去年の11月2日に羽田から札幌、札幌羽田に6日とかありましたが、その後ですね、今年の4月30日に羽田、名古屋、その後沖縄関係とか飛んで、与那国、石垣、石垣、羽田とか、まあ、それから今度あの石垣から羽田まで来たと、そのままその足であの札幌行ったりとかしたんですけど、まあ、そんなに実はね、ポイントってなかなかたまらないんですよね。あの5万ポイント貯めなきゃいけないっていうのにね、あの沖縄まで行って、一番よく貯めても石垣から羽田までの、あ、これマイルか、フライオンポイントはこれらしいんですけど、この一番左に出てるのはそうなんですけど、この2080って書いてある、これがあの沖縄の石垣島から東京までの、まあ、かなりの距離ですよ。東京から福岡の倍以上あるみたいな距離の、飛行機に乗っても2000しかたまんないんですよ。わかります？それでそんだけに乗ってね、東京福岡の倍ぐらいの飛行機に片道に乗って、それで2080ポイントってことは、まあ、往復しても石垣島まで1往復しても4000しかたまんないわけじゃないですか。ということは石垣島に10往復しても4万なんで、13往復ぐらいしなきゃいけないの、石垣島に。まあ、年間飛行機で石垣島に日本航空13回乗る人だったらこのカード入会できるってことなんですけど、ちょっとなんかこう人知を超えた感じがしますよね。そういう気の狂ったような飛行機の乗り方をすると、そうすると、まあ、入会できるってことなんですよね。でもこれは国内線の話でして、国際線だったら結構話が違いましてですね、ここに書いてあるのでは、9月9日ロンドンからニューヨークまでが、これがですね、ブリティッシュエアウェイズの、あのファーストクラスに乗るとポイントがいっぱいたまるんですよね。これで、ポイントがいくつもらえたのかな、結構もらったんですよね。8374。まあ、でも8300ですから、5万のうちね、あのファーストクラスに乗ってそれ8300ですよ。で9月の、12にニューヨークから、羽田も乗ったわけですけど、羽田って降格らしいんですけど、これがね、1万85ポイントって書いてあるな。1万85。ごめん、ちょっと違いましたね。8374じゃなかった。これね、5000ぐらいしかもらってませんでした。私の勘違いで。5186。だから、そんな別にすごいファーストクラスとか乗って、この2区間で、これでね、130万ですよね。そんだけ払ったのに、もうそんだけお金使っても入会するのは簡単ではないということなんですね。これってすごい大変なんだなと思って、だからどうせ入れないだろうと思ってたんですけど、先日、まあ、ちょっとね、その後で調べてみて、ポイントをどのぐらい貯まるのかなってこう調べたら、この間ね、オーストラリアに行ったんですよ。でシドニーに行ったのが、11月の17日なんですが、
東京からシドニーね、これ読めますかね、読めそうだね、これがね、なんか急にこうもらえて、これはビジネスクラスで行ったんですけど、シドニーまでが9518、ずいぶんくれるんですよね。ファーストクラスでこれ 100何十万も使って1万5千しかくれないのに、ビジネスは片道19万とかでしたから、それで9500、なんかこうね、割がいいと。で、帰りにはメルボルンから乗りましたけど、メルボルンは MEL でいいんだっけな、なんかそうだったような気がする。メルボルンから、東京が、これがまた買い物ビジネスで、メルボルンの方がね、ちょっとオーストラリアの南にあるんですね。これ9946ということでしたが、やっぱこういっぱい貯まるんですね。で、まあ他に、いっぱい貯まったので、先日あのバンコックに行ったので、2552ポイント、ちょっと安い切符の買い方をするとこのあんま貯まらないらしいんですけど、バンコクまで2552ポイントとか、それから帰りはバンコクから東京は、これはビジネスにしましたんで、4704ポイントをもらったんですけど、まあ、なんていうのかな、何が言いたいかというと、オーストラリアに行けばなんか簡単に貯まるらしいということなんですね。年間にオーストラリアをまあ、ビジネスクラスでこれだけど、多分、一往復すると多分1万5000円くらいもらえるから、エコノミークラスでオーストラリア3往復すればなんかこう元が出で、ね、なんでそうなのかっても調べたんですけど、オーストラリア方面だけはなぜか分かんないんですが、このフライオンポイントっていうのが積算率が2倍になっておりまして、行きたい人は分かんないけど、こうオーストラリアはエコノミークラスで JAL 乗って何往復もすりゃ簡単に貯まるんじゃないのって感じがしますね。うん、で、だからそう、つまり、まあ、もちろんファーストクラスに乗って1万5000円貯めたっていうのもあるんですけど、というよりは、なんかしょ、オーストラリア行くか、まあ、それはね、その後南極に行くつもりだったから、オーストラリアのあれをこう行ってきたわけですけど、それで、まあ、ちょっとオーストラリア行こうと思って、あと、シドニーからメルボルンまでも、現地のカンタス航空っていう航空会社乗ったんですが、それもまたね、ただで、国際線の乗り継ぎなんかただになるらしいんですけど、その国内線の、なんていうの、東京からシドニーまで行って、帰りシドニー発東京行きの飛行機に乗りたかったんですけど、でもシドニー発東京行きなかったんですよ。で、メルボルン発東京行きがあったから、シドニーからメルボルンまで移動してくださいと、でメルボルンから JAL に乗って帰ってくださいねって話だったんですけど、シドニーメルボルン間はどうも運賃がかかってないらしいんですよ、その移動のためにね。で、意味もなくメルボルンまで行った時のその分は、でメルボルンから、そのシドニーメルボルンも金は払ってないんだけど、ポイントはもらえてないんです。まあ500ポイントぐらい、別に大したことないポイントですけど、まあね、でも500ポイントっつったって、なんか私意外とキリがよく5万600何ポイントとかでこううまく収まりましたんで、まあ、まだ多分今後も日光乗ると思うんですけど、うん、まあちょっとどんぐらい乗ったか1年間で行ってみますか。4月30日羽田中部国際空港、次は6月21日石垣島与那国島、同じく6月21日を沖縄、これは那覇空港から石垣島、6月22日に与那国島石垣島、まあ、この辺全部こう沖縄のあの辺りね、飛行機の乗り換えが頻繁に必要なんで乗り換えてるんですけど、でもこの辺はなんか飛行機にいっぱい乗ってるんだけど、1回乗ってもポイントは120とか300とかなんかそんぐらいしか溜まってないから全然貢献なんかしないですよ。まあ、ちょっとはしたけどね。んで、ガンガン稼ぐようなのはなんかね、やっぱ石垣島から羽田空港までクラス J で行ったのが2080ポイントとかね、ロンドンニューヨークファーストクラスが5186、ニューヨーク東京1085、今言った通りね。で、羽田空港から伊丹空港まで8000円払って国内線のファーストクラスに乗ったんですけど、それが1200ポイントぐらい、やっぱそういうのに乗るとちょっと増えるんですね。あと国内線はね、確かね、積算率が国内線も2倍なんですね。まあそれでも何回も乗んなきゃいけないからシドニー行った方が早いと思いますけど、あとは、あ、そうか、なんか前ドリチソさんってね、いらっしゃるでしょ、あの方もオーストラリアに行ってんなってのは知ってたんですけど、多分あれは全日空だったはずだけど、全日空も多分シドニーとか行くとあれなんでしょうね、ポイントがたまりやすいんでしょうね。だからシドニー行きまくときはとりあえずいいんじゃないでしょうかね。あとは東京シドニーが9518、メルボルンと、シドニーメルボルンが456とかね、さっきの乗り継ぎ便なんです。まあまあこのぐらいでいいか、大体紹介するようなことは紹介し終わりましたけど、まあちょっとでもね、やっぱこれは航空マニアの方の名誉のために言ってきますけど、このね、なんだ、ワンワールドアライアンスの、ワンワールドアライアンスのこうマイルを貯めて、それをこう JAL 系の飛行機を、確かにこの フライオンポイントっていうのはワンワールドアライアンスのやつに乗れば貯まるんだけど、ただ半分以上が日本航空の貯めたやつじゃないといけないらしいんですが、ともかくそれでこう
JAL グローバルクラブにあのめでたくこう入会した方の名誉を守るために言っておきますけど、あの別に修行とかして乗るのは全然そのね、あの恥ずかしいことじゃないと。だって普通に考えて飛行機にそんだけ乗るっていうのはこうありえないことだから、あのそれだけ乗ったら多分旅行としてもね楽しい思い出があるだろうし、一般的な予算がいくらかかるのかはちょっと分かんないんですけど、多分100万円あれば普通は入る。だってシドニーまで3往復するのに100万円かからないでいけるだろうからね、うん、だから多分100万はかからないと思うんですけど、いくらかかったのかな私。別にまあかかったっていうか、あのたまたまなっただけなんで、ちょっとね、だからそのだから本当にあの頻繁にただ単に飛行機を利用してたら普通にポイントをくれて普通に何も考えずになっちゃったっていうのはちょっと個人的にはね、あの嬉しいなと思うんですけど、まあただ134と、39と、12と、まあそれからもろもろ多分まあ、10万ぐらい、私の多分大体ですけど115足して456789、私はこの JAL グローバルクラブに入るのに195万円かかったということで、ちょっと多分普通の人のあるからしたらかかりすぎっていうか、この辺日光のファーストクラスのこれが高すぎるんですけど、あのいや高すぎるっていうか別に文句言ってるわけじゃないんですが、あのそれぐらいの予算で、予算というか費用で、JAL グローバルクラブ修行を下脱するという言い方をするらしいんですが、修行を終了しましたって言っても別に修行したというわけではないんですけどね、ちなみにですね、私もさっき調べた全日空も別に国際線は全日空まだ乗ってないんですけど、あのなんか私よくあのスーツさんは JAL 派だとか言われることがあるらしいんで、別に航空会社にあんまこだわりないんで、あただね、あの全日空のあのなんか機内の放送で何だよ、あれなってますよね、アナザースカイっていうの曲名調べたんですけど、チャンチャランチャチャンチャチャン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 チャチャンチャンずっとなってますね、あの曲ね、私はずっとなってるからちょっと別にあの文句じゃないですけど、個人的には苦手で、もう分かって許してくれよっていう感じに、ね、なっちゃうんですけど、あのまあでもあのだからって別に全日空は使いますが、あの全日空のプレミアムポイントは私見たらなんか1万80ぐらい溜まってましたね、全然溜まってません。プレミアムポイントはJAL がフライオンポイントで、全日空の場合は、プレミアムポイント、なんかポケモンみたいですね、プレミアムポイントって言うんですが、私はもう全然だから全日空の場合は何にもかすりもしないで、まあ、今まだ、12月の終わりまでにこれを5万にすればいいんで、今から多分オーストラリアを2往復ぐらいすれば、あの多分私も全日空もあれなんじゃないですかね、あのなんだっけな、JAL グローバルクラブに対して全日空が、スーパーフライヤーズカードっていうのかな、あの SFC とか言ってないかな、慶応義塾大学みたいな名前だなと思うんですけど、あの全日空にもそういうあの同様のサービスがあって、やっぱりこれも5万なんですね、5万貯めるとこういうやつにこう入会できて、それであの優先の特権を受けられて、まあ何かあったらせっかくだから今度海外旅行とか、まあ、行くときは来年は全日空主体にしてみましょうか。で全日空主体にして、もしまたこれフライオンポイントが5万いったらば、そしたら ありがとうございますこうホクホクしておけばいいし、まあもし行かなかったら行かないで、まあ行かなかったけどまあいっかみたいな感じでね、あのやっぱ何が嬉しいってね、このポイントをこう手に入れるとカレーが食べられるってことなんですね。あでも全日空ってカレーないのか、あのラウンジ、羽田空港とか成田空港とか の, あのビジネスクラスの人たちが利用する、なんとかラウンジというところに美味しいカレーがあって、そのビジネスクラスが乗らないと食べられなくて、あれ本当美味しいんですよ、この間食べたけど、あの動画で紹介しますけどね、だからね、あのカレー食べ放題切符みたいな感じだと思って、あでもそう、あのね、であの私一つだけ勘違いしてたのが、このラウンジっていうのはあの別になんか無制限に入れるんだと思ってたんです私は。なんか最初どこにラウンジがあるかってことあんま分かってなくて、なんか空港があってね、まあ、例えば空港があって、ここがこう手荷物検査だとするじゃないですか、まあ、こんな手荷検っておかしいけど、でここでなんかこうセキュリティチェックみたいなことをやって、でその後またこっちが例えばこう1番線とかね、こうでこっちが例えば15番こういうふうにこうまた分かれますよね。で私なんかラウンジっていうのはなんかこの辺にあると思ったんです。だからこう誰でも入っていけて、でまあこう出入り自由でね、このカードがあればあの羽田空港行けカレー食べ放題、あいいなと思ったんです。そうじゃなくて、ラウンジっていうのはこんなところにあるんじゃなくてですね、まあさらにその国際線にしかないわけなんですけど、まあ、出国手荷物検査を受けて、で出国ゲートを抜けてここにあるんですね、ラウンジっていうのはね。
だから飛行機の切符持ってないとラウンジに入れないんですよ。結局海外旅行行く時の楽しみにはなるんだけど、JAL グローバルカードだか全日空スーパーフライヤーカードだかなんか持ってたとしても、別にあの羽田空港に行きゃいつでも美味しいカレーが食べられるというわけではない。しかももっと言えば、その美味しいカレーは全日空ではなくて日本航空のラウンジにしかないはず。あの桜ラウンジって JAL ってこう書いてあったから、あのこれあの鳥の真似をしてるつもりなんですけど、だから多分全日空には使わせてあげないんでしょうからね。あのこれ結構私好きなんですけどね、鶴丸マークね。まあ大体こんぐらいでいいですかね。うん、マイレージ修行っていうのをやるような動画も、あの面白いっていう視聴者の皆さんからね、あの私がね用もないのに飛行機に乗りまくる動画っていうのも、まあ、面白がってもらえるような気もするんですけど、まあ、でもね、やっぱ私の飛行機の動画ってそんなには伸びないんですよね。あの前も出しましたけど、なんか2万再生ぐらいしかいかなかったしな。そうするとちょっとやっぱやるには厳しいところがあるんで、修行するって動画はないと思いますが、まあ、海外旅行の時は今度は積極的に全日空を利用してみようかな、あの予定が合えばということです。でもそしたらわざわざ JAL グローバルクラブに入会するのに意味がないですよね。やっぱね、視聴者の皆さんからもいろいろこうおすすめはいただくんですけど、あの JAL グローバルクラブにはぜひとも入会した方がいいですよということなんで、私もクレジットカードを作ろうと思います。じゃあ JAL さん今後もねよろしくお願いしますということでした。はい、じゃあご視聴ありがとうございます。25分も喋ったのか、すいませんね。